そうなの、これで景品みたいなやつ。ああ、アイ先輩、アイ先輩、もう終わりますよ。どうしたの？黄色。大丈夫です。あ、大丈夫です。いくよ。これ終わったら。桜地ってことです。そう、すぐ桜地始まってよ。みんな言う順番、ま、あのテンポよくね。いきます。桜地。ありがとうございました。琉球アコースティックサークルでストーリーでした。さてさて、桜地は何かに頑張る人を応援する音楽アフレコ番組です。アマチュアアーティストが作った曲を中心に紹介していきたいと思います。もちろん音楽以外でも短編小説、詩、シナリオ、その他にも面白いものなら何でも、ゲストや投稿者、桜地メンバーがチョイスした作品を紹介していきたいと思います。この番組はユーストリーム、ツイキャス、YouTube でもご覧になることができます。ツイキャス担当の森凛にメッセージお願いします。はい、お願いします。はい、また桜地では番組に遊びに来てくれるゲストを募集します。番組にあなたの作品を紹介しませんか、作品のみの投稿でも受け付けてます。メンバー構成、曲名、簡単なプロフィールを、書いてメールください。宛先は、SAKURAJI2230 @gmail.com までお願いいたします。また詳しい詳細につきましては番組 PA 前宮翔作の Facebook にも記載されていますので、どうぞこちらも検索ください。桜地メンバーが番組内で演じるシナリオドラマの脚本やメンバーのライブイベントの依頼もお待ちしています。はい、それではコーナーに行く前にこちらをどうぞ。はい、 OK。 赤持ってるよ、だって知ってる、うん、愛ちゃん今日黄色だって黄色だよ。俺グレー今上がってんだよ。これ上げてたらユーストリームで聞いても声が大きいわ。パッパラパッ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 今日のメンバーは紹介いたします。もちろん、前は音してたの始まったら、これよ、愛知言っちゃった方がいいと思います。曲も紹介するから3曲、うん、あ、間見てから指示して。はい、わかりました。そろそろ曲いきますか的な感じで。あ、はい、わかりました。はい、準備するから10秒前です。もし上げとこうか。はい、まあ流れてない、うん、今流れてる。あ、行くよ。2、1。桜地。桜地。桜地。あ、いいですよ別に。ですね、今日のメンバーを紹介する前に、ツイキャス森さんどうぞ。はい、来てますね、うん。今日もデイジーさんから。はい。愛ちゃん今日黄色。黄色。イエーイ。俺グレー。で、あきとさんもこんばんはと。赤持ってるよ。あきとさん、こんばんは。多分同じのです。はいはい。いいな、俺も欲しいな。以上です。でもグレーのパーカーも素敵ですよってデイジーさんが言ってくれて。素敵、よかったね。じゃあ、デイジーさん。日本も背負ってるけどね。うん、もう言っていいかな。はい、お願いします。紹介していいかな。はい、お願いします。ごめんね。いいよ、ごめんね、ごめんね。はい、2週にわたって休んでいましたが、帰ってきました。愛ちゃんです。お帰りなさいませ。頑張りましたじゃない。帰ってきた。ずる休みでした。違います。はい、次。はい、先週はずる休みをしていました巨大森屋です。よろしく。あ、悪いんだ。へぇ、おかえり。本気でサボってたぜ最低。嘘ですよ嘘で、仕事です。はい、続きまして。はい、はい、昨日ビール飲んでました。テンション低くない？ちょっとあげようよ。しかもビールまた飲んだの？ちょビールダメって言ったでしょ。宮城慎太郎です。はい、テンション低。はい、はい、よろしくお願いします。それでは、はい、微妙に髪型が変わりました。ちょっとかっこよくなったよね。デニーです。この後予定があって。あ、そうなんだ。そうなんです。内緒。はいはい。はい。以上です。はい、はい、この間誰もいなく、モリリンとアイちゃんがいなくてとてもテンションが低かったアサクちゃんです。どうしたのそのメガネ。どうしたんだよ。だからちょっと なんだよ今日から今日学生風はい、こんな 1,2,3,4,5、はい、そして今日はゲストが来ていただいております。待ちに待ったゲストが遊びに来てくれた。待ってました。紹介します。お願いします。
でツイキャス見てください。すごい可愛いから。本当ですか？イエーイ。ツイキャス。うん、なんて呼ぶの？ジョ、あ、ん？ジャックスイビー。行ってみます。チャンプルーの街だ。チャンプルーの街だ。まあ、俺がチャンプルーだしな。バラバラだし。ありがとうございます。リジーさんから可愛いって来てます。可愛いって。俺は。まあいいや。じゃあ金子まやさんの、はい、ちょっと紹介を出したいと思います。4歳の頃からタレントスクールに通い始め、はい、小学校はテレビ CM やドキュメンタリードラマ、中学校の頃にはハイスクールミュージカル2カラオケ GP の、沖縄代表として、出演されて、2013年には沖縄の怖い話に出演、そして2014年には CD リリースを出しました。その他にもいろいろ出演されているまよさんです。素晴らしいですね。素晴らしい経歴が本当に。先輩、やめろ。この辺でやめろ。ちょっと、はい、あの自己紹介させてもらって。そうですね、はい、ちょっと僕たち喋りすぎです。ごめんなさい。なんか隙間お願いします。いいですか？はい、はい、皆さんはじめまして、金子まやです。はい、愛ちゃんと同じ年齢の大学4年生です。あさって卒業します。歌とダンスとお芝居が大好きです。よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい。ダンスができるってことはサクさんもダンスが大好きですよね。大好きです。ダンスつながりですね。そうですね。素晴らしいですね。わー、嬉しいです。かわいい。デイジーさんが、ですね、沖縄の怖い話見たよと。本当ですか？すごいファンがいた。嬉しい嬉しい。で、吉高さんです。新しい人、北海道からですとコメントが。ありがとうございます。すごい、北海道いいな、行きたい。めっちゃすごい。お名前、吉高さん。吉高さん、吉高さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にはい。すごいね。すごいね。ねえ、広いね。広いですね、本当に。じゃあでは、まよさんに何かお質問を受けていらっしゃいますか？はい。はいはい、さくさん。大丈夫かな？はい。あの、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は…好きな食べ物は、可愛いよ。アイスクリーム。あらまー。可愛い。めっちゃ味わい。アイスクリームになりたい。何味？何味？アイスクリームは、サーティワンが好きなんですけど、オレオ、オレオ、オレオ&クッキングで大好きです。本当ですか？そうそう、もう甘いもの全部大好きです。そんな甘いものが大好きなまやさん、ここで1曲 CD を出してもいいですかね？やった。お願いします。では、あの、直接はい、そうですね、紹介してもらいましょう。曲名を。はい、わかりました。千秋直美さんの曲で私がカバーしました「黄昏のビギン」です。聴いてください。キュうん、
なんかの橋渡って桜地大丈夫マジラジすごい歌って、ね、大丈夫マジ作長島長島もういい大丈夫喋るよありがとうございました。大丈夫すごい会話盛り上がったけど、はいはいはい、綺麗ね本当にすごい声がね、はい、もう素晴らしい、そう美しい、うん、アキトさんが多分沖縄の声主かな見ましたと、おー見ましたありがとうございます。その時見逃したんだよすぐワンピース着てた俺お友達大丈夫 DVD も出てるから、あ、ほんまですか、レンタルレンタルで、あ、そうですね、はい、借りてくださいぜひ、はい、あ、ちなみに宣伝した何て話に出てるんですか、何て話に出てるんですか、あ、タイトルがタイトル、そう、タイトル、タイトル、タイトルどうするんですか、うん、後半でもう一回言っていいですかちょっと思い出しときますやばい返しがうまいなあれですよ、愛知先輩みんななんかこの、うん、終わって感想言えばいいのにもう興奮しすぎて、うん、そう、かかってる瞬間言いすぎて、うん、そうだね今もうスッキリしてるけど、うん、みんな聞いてないからね、ラジオの前に言うから、なんかすいません、いえいえ、歌の感想から戻った方がいいのかな多分あの時テンション上がってるからみんなもう何言ったか覚えてる、じゃあ、あっちの2人がすごい盛り上がってるんですよ誰あっちの2人って、こっちのビール飲んでる人ですよそう、ビール飲んでる方が見てくれたって言ってて、その時をなんだよ、2人楽しそうに申し上げてすいません、とか言ってさてさて、あやさん、この番組シナリオドラマというものがございますのをご存知でしょうか。ねえ、ね、なんか手元に手元にあるありますが、白い紙が3枚ほど、はいはい、練習も何もしないけどです、ね、中中も練習してませんすいません、じゃあ皆さんスタンバイの方がよろしいでしょうか。はい、すごい、すぐ始まるんだね、はい、じゃあシナリオコーナー、織沢星さんの作、勇者モリリンをやらせていただきたいと思います、はい、よしよし、じゃあ最初にやりますよ。はい、勇者モリリン、あったあった、こんなところに隠れていたんですね、勇者の剣。お前、一番大事なものをなくすって勇者失格だろ。こんなことしてる間に道に迷ったんじゃないか。もう夜だし、言っとくけどモンスターの出現率 1.5 倍増しだからね。それより腹減ったわ。こいついつかやってやる。サクサク一番近い村を探してくれ。ほい。あ、あった。この先1キロだって、うん、ほら行くぞバカ勇者。あ、はい、あ、すいません、すみません、私モンスターの王様なんですけど。魔王ですか。そうですね、間違いありません、はじめまして。へ、倒してやる。剣忘れてる、剣忘れてる。あ、ああ、いけんいけん、援護します。精霊よ、魔王の動きを封じて。バカ、剣を鞘から抜け。本気出しちゃおうかな。全力でいけ、お前はそれでも足りない。本気と書いて森屋という。そんなことより王女様の話聞いてください。そうだった、お前もう救えないよ、本当もう死んでくれ。王女様はどこなの。言わないとひどい目に遭わせるんだから。ワキワキのメキメキのもちゃもちゃのガチャガチャの。私はここよ、助けて。あ、あんなところに。今行きます王女様。なんか俺のセリフ全部言われてる感じおかしい、なんかスムーズすぎる。私もそう思います。何が。いきなり最終エンディングだ。助けに来てくれたのね勇者様。王女、王女では死になさい、バカな者たちよ。 やはりか。そんな、王女様、愛はショックです。初めからお遊びなのよ、こんな茶番なんてね。何が望みなんだ。すべてよ、私はすべてが欲しいの。あなたたちさえいなければたやすいことよ。そうか、操られてるのか。バカ野郎、バカの中のバカめ。この魔王め。話聞いてました。私はですね。うるさい。なんか世界が終わった気がする。あ、大変です、サクサクさんが王女様を倒しました。王女様弱いな。何よ、何なのよ。だって仕方ないじゃない、誰も私の話聞いてくれないんだもん、パパだってだからって世界を支配したらダメでしょ。でも一件落着ですね。あれ、勇者様、なんか王女連れて行きましたけど。
おのれ、ニック教様め、許さん、ピーナップ王国を乗っ取ってやる。あの単細胞バカ。あれじゃあこっちが悪者です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お上手、本当に本当に上手。本当に何何本当に何が何だか分かんないまま読んじゃった。違う、今日皆さんあれですよね、なんか緊張してますよね。はテンション速くないですか今日、スピードが。嘘、普通だったよ。あれ、なんか慎太郎さんさっきよりテンションがガガ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 ガ。そうですかね。今日波が激しいです。スンスンって。はい、曲曲曲 2曲目いきます。じゃあまやさん、2曲目の集計お願いしちゃっていいですか。はい、わかりました。じゃあ次はなんだっけ、あれです、恋に落ちたら。恋に落ちたら、はい、聴いてください。やんやんどんな曲かな、どんな曲かな。ドゥドゥドゥ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい声が独特、ね、もう綺麗だよね。タイトル間違えちゃった。大丈夫。じゃあ言い直す、言い直す。声に落ちて何言ってでした、はい、こういう時もあるの。ツイキャス来てます。ツイキャス来てます。ですね、はい、デイジーさんがモリリン、ありがとう。デイジーさんもう勇者最高。ヘナチョコ勇者よ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、あきとくん声綺麗ですねと。あ、さすが。ありがとうございます。素晴らしいです。素晴らしい。あ、嬉しいですね。どうでした、アフレコ。そうそうそう、うん、アフレコどうでした。もう超緊張して、うん、なんかどうしたらいいかが分かんないまま喋ったんですけど。え、できてたよ、すごい。本当ですか、はい、だけどなんかそうそう、なんだろう、もう雰囲気がもうここで作られてたんで。なんか行けみたいな。行けそう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 、みんな行けと思ってるからね。あ、そうなんだ。みんな勢いなんです。さすがです。なんかそういう雰囲気作りが全員が、うん、とてもすごい極限状態で喋ってるなっていう空気を感じました。だからね、今日だったよね。事前に世界観とかを説明してもらうんですけど、今回それがなかったので。そうだよね、いつもはあるんですね。そうそうそう、あるんですけど。まやさんがこっち見るたび可愛い、すっごい可愛い。ごめんね、可愛くなくて。可愛い、ごめんね、可愛い。お、すごい上手だった。デイジーさん、ありがとうございます。僕は嬉しい。ごめん、いつも引き締めとくからね。全然思ってないからね、大丈夫だよ。じゃあちょっと私から質問とかいいですか。はい。ですね、休日の過ごし方とかどうなさってるんですかね。休日、うん、掃除したり、掃除したり、あと買い物が好きなので、ショッピング行ったり、あとウィンドウショッピングとか、買わなくても、もういろんなお店をもう細かく回ります。みんなからの視線がやばいでしょ、じゃあ。ね、
みんなからの視線なんで、名前やばくない可愛い、あ、可愛いみたいな、え、かな、気にして見てみようじゃん、見てみて、いいね、否定しないけどね最高最高。慎太郎さんは休日何されてますか？休日は飲んでますねまたビールですか？普通にビールとかです、ね、ビール好きなんだ。あとパソコンでいろいろやったりとか、うん、何やってるんですかね。文章書いたりとかじゃあこんなこんなで、また曲を後一曲流したいと思います、はい、ごめんなさいね、つめつめ、続きます、はい、女子力、女子力、じゃあまさん、すいません、曲名後一曲お願いします。はい、わかりました。後一曲最後は夢を諦めないでです。聴いてください。どうぞ。アキトさん、この数分でありがとうございます。では曲はそのまま流しながらおしゃべりしたいと思います。はい、ツイキャス来てますよ。はい、これはヒッター51さんでいいんですかねこんばんは、この番組初めてかもなのでよろしくお願いします。大阪のヒートを申します。ヒートなんでやねんって言っときますんでちょいちょい突っ込んできますありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。すごいよ、大阪からも北海道からもね、嬉しいですね。ゲストのおかげじゃない？本当ですよ。マヨのおかげだ。ありがとう。ありがとうございます。金子パワーですね。金子パワーだね。嬉しいです。それでは何かマヨさん、告知とかありますでしょうか？告知。はい。はい。実は水曜日の朝、うんうん、GMK というグッドモーニング講座という番組で、うん、スティービーさんがパーソナリティしてて、私がアシスタント。はい、あんな大物の。うん、大物。ミスタースティービーさんですか？はい。あ、そうです、あのなんかチャラチャラした黒い方ですよね。そうそう、黒い方です、はい、のアシスタントしてます。一応来週で実は卒業で、その番組、マヨが卒業、そうこの番組は続くんですけど、マヨが卒業するの、なんでなんでなんでですか、うん、大学も卒業するからキレのいいそうそうそう、え、でどうするんですか、卒業して、卒業して、そこを卒業、そのラジオを卒業してどうするんですか。で、実は自分でまた別の番組を作りたいと思ってて、頑張って、ありがとうございます、応援します。はい、なので結構協力します。あ、ですか、ありがとうございます。はい、なのでぜひ来週朝11時、うん、水曜日の11時に聞いてください。あ、聞きます。 GMK です、うん、お願いします皆さん、はい、お願いします、皆さん。そしてツイキャスも、ヒーさんが、来てたスティービーさん突っ込むときはこの絵文字でいきます。なんでやねんスパーンって絵文字でいきます。デイジーさん、ツイキャス絵文字ありますよ。アキトさん、パチパチパチ好きだな、この子は。すごい、すごい、頑張ってね。うん、頑張れ、ありがとうございます。見てください、来週すでにファンいるもん今やったー、いいな、全然できないのや、楽しいこのラジオ、うん、
うん、桜寺楽しいです、はい、ありがとうございます。また出てください。本当にもう毎週出てくださいて、そう、はい、出てください、必ず出てください、はい、はい、寝られるように頑張ります。本当に出てください。嬉しい。あ、ひーさん GMK、うん、GMK 知ってます、知ってます。お、あ、本当ですか。またお邪魔します。おー、わら、おー、ありがとうございます。素晴らしい。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、すいませんね、この私の進行がグダグダでちょっとね。そんなことないよ。そんなことないです。とても素晴らしかったです。本当に素敵よ。シロロロロロロ、慎太郎そんな顔怖いんだよね。まだまだアルコール受けてないんじゃないか。もうあと7日ね、はい、そうだ、よろしくお願いします。沖縄国際学祭、はい、患者さんも時間が、あ、そうだ、じゃあ、はい、次の番組の MC なんですけど、はいはい、飛び出せマーメイドさんがですね、うん、実は那覇市に新しくできた吉本新会館だっけ、はいはいはい、そこで、イベントに出るそうなので、そちらもぜひ皆さんチェックしてほしいなと思います。チェックチェックですよ、うん、はい、健太さんがですね、はい、健太さんと岩田さんがそこで出るそうです、うん、なんだっけ、何出るんだっけ、お化け役、お化け役で、お化け役で、ガイド役やってるんだよね。結構重要な役よね。へぇ、屋敷に出てくるお化けが全員なんか、そうそうそう、芸人さんで、でガイド役でね、へぇ、芸人がお化け役、ね、面白いね、面白そう、絶対笑うでしょ。挨拶そうだもんね、すいません、すいません、あ、ちょっとメイクがありました。まさかなんて、はい、まやさんは今日振り返ってみてどんなんですか。大丈夫でした。はい、大丈夫です。もう楽しすぎて、もう暑いです。暑いですか。本当に暑い、もう汗かいてる、ちょっとすごい楽しかった。なんか緊張したんですけど、うん、皆さん優しかったから、本当に楽しかった。絶対もう一回出るので、はい、絶対呼びます。頑張ります。お願いします。いや、5回とか出てくださいよ。毎回出てもいいですよ。もうレギュラーで、はい、入り口で待っときますわ、ね、いつも。ではでは、次回もはい、桜地バイバイ、バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。面白い。来週で卒業なんですね。あ、そうなんです。あらら、本当は1月いっぱいだったんですけど、あ、そうなんだ、3月まで、はい、それは番組も暗くなりますな。暗くなります。絶対そんな感じ。1月よりでも喋ってるね。あ、そうですね、すごいですよね。ずっと喋ってるし、ずっと喋ってる。ずっと喋ってる。そう、喋る隙がないです、私の。本当にない。え、じゃ